というのも、私が調整してる間、いくつかの簡単な動きを返して、この子の命令認知システムに命令と行動をリンクさせてあげる必要があるんだ。簡単に言うと、右、左、ここをタッチ、そこをタッチみたいな命令を出すから、この子の前で実演してほしい。この子はそれを見て命令と行動の関係性について学習するから。認知が形成されたら、今度はこの子の命令に従って行動して。そうすれば出来たての認知を固定化してやれる。小さな子供にハイハイやつかまり立ちを教えるようなものさ。簡単だろ。先にこの子のシステムチェックを始めておくから、君たちの準備が整ったら始めよう。
お疲れ様。よく頑張ったね。これで正確に命令を認知するようになったよ。唯一の心残りは可愛いイアスが来なかったことだけさ。はあ、あの丸っこいフォルムでポテポテ走る姿を見たくてこんな調整プランを用意したのに。グレースさん、本音がダダ漏れだよ。よし、これで制御システムのマッチングは十分なレベルに達した。早速フルで起動させて効果を検証しよう。フルで起動って今回は暴走しないだろうね。大丈夫さ、準備はバッチリなんだから。部外者は全員避難させたし、この子の燃料も必要最低限の分しか入れてない。会社の保険もこないだ更新したばっかりだしね。あ、二人とも障害保険は入ってるよね。暴走する前提の準備ばかりじゃないか。ますます不安になってきた。安心して、私はプロのメカニックなんだから、その辺はよく心得ていると思う。さあ、始めるよ。うんうん、制御システムの権限には異常なし。では、命令認知テストを始めるよ。ご機体は命令を実行せず。もう一度繰り返そう。5メートル前進。おかしいな、どうして命令に従わないんだろう。またどこかが変になってるのかな。危ない、僕の後ろに隠れるんだ。操作パネルのバッテリー切れだ。通りで反応がなかったわけだよ。そもそも命令なんて聞こえてなかったんだからね。ああ、よかった。提案なんだけど、今後グレースさんにはイアスを触らせないようにしよう。賛成。心臓が飛び出ちゃうかと思った。予備のバッテリーを取ってくるから、代わりにこの子の面倒を見ててくれるかな。まだ認知システムが不完全だから、あまり刺激を与えないようにね。それと君たちを含め知らない人を近づけさせちゃダメだよ。おっと、僕も一旦ビデオ屋に戻らないとだ。くれぐれも気をつけるんだよ。